い、どうも、沢地です。沢地のうんちく研究所、沢ラボへようこそ。ということでですね、今年4月以来、またお久しぶりですということになるんですけれども、なんでですね、こんな時間が空いてしまったか、早速テーマからいっていきたいと思うんですけれども、今回ですね、実は試験勉強をしておりました。はい、その名もですね、米国証券アナリスト CFA というですね、そんな資格の勉強をしていたんですけれども、レベル1、2、3とありましてですね、そのレベル1の受験が終わりましたので、今回ご報告ということでですね、少し説明も兼ねて、動画を撮らせていただきたいというふうに思っております。はい。で、早速なんですけれども、サブタイトルでですね、道のり流しというふうに書かせていただきました。非常にですね、長い試験プロセスの、ようやくね、最初の第一ステージというところなのでですね、まだまだこれからあるんですけれども、少しですね、導入ということでですね、お話をさせていただきたいというふうに思います。そもそも、証券アナリストって何ですかということをですね、一言ですね、お聞きになった方いらっしゃるかとは思うんですけれども、念のためですね、簡単に解説をしておくと、アナリストという言葉、英語ですね、アナライズというですね、動詞から来ています。分析するという意味ですね。で、分析する人というのがアナリストということなんですけれども、じゃあ何をですね、アナリスト、アナライズするのかっていうと、証券ということになるんですね。証券というとですね、まあ皆さん証券市場という言葉ですね、聞いたことがあるかもしれないんですけれども、企業の株式であったり社債であったりあるいは国が発行する国債だったりね、そういうものをね、取引を日々しているそういうマーケットのことをね、証券市場と言ったりするんですけれども、そんなね、マーケットを分析をしている人がアナリスト、証券アナリストということになるわけです。で、一言で言うなれば証券投資企業評価のプロフェッショナルということなんですけれども、例えばですね、このイラストで書かせていただいた通り、株式のね、上がり下がりですね、こういうロウソク足チャートみたいなものがこうあった時に、これ自体はね、まあ上がってる下がってるっていうのはわかると思うんですけど、じゃあそれがね、こう将来的にじゃあ上がり続けるのかとか、下がり基調なんじゃないのとかね、こういうのって素人目からするとですね、全くわからないわけですね。このイラストみたいにね、もうハテナマークが浮かんじゃうわけです。で、そこに対して証券アナリストっていう人は、専門知識を持ってですね、こう予測をこうしていくわけですね。過去のデータを分析したり、統計的な手法を用いたりして、将来どうなっていくんですかっていうようなね、ところをこうレポートを書いたり、していくわけなんです。で、それを見て、いわゆる素人の人たちでもですね、ああ、なるほどとこう理解してですね、安心して、自分のこう余剰資金をこう投資に回せたりとかっていうことになっていくわけですね。その手助けをする、そういう専門家が証券アナリストということになるわけです。じゃあ実際ね、どういう専門家、どんな専門知識を求められるのかなっていう話をしていくと、まずで、そもそも、そういうなんか専門知識云々の前に誠実であることっていうのが求められますね。例えばある株を、買った方がいいですよとか売った方がいいですよっていうことを言うんですけれども、そこに自分の、個人的な事情っていうのは差し挟んじゃいけない。あくまでもお客さんの事情、これを第一に優先に考えて、中立な立場でですね、アドバイスをしていかないといけないということで、そもそも誠実であることっていうのが求められます。で、これをね、職業倫理って言ったりもするんですけれども、ここもね、実は出題範囲の中に入ってきます。で、その上でなんですけれども、まあ一つ一つこう知識を積み重ねていくということになります。まずは経済全体の知識ですね。景気が上昇してるとか下降してるっていうのはどういうことで、言うのかとかですね。あとは企業に関する分析ですね。この会社は稼いでるのか稼いでないのか、稼いでたとしてもなんかリスク要因はないのかとか、そういうものを、いわゆる数字ですね。企業の財務諸表っていうんですけれども、そういう数字から読み解いていく。そんな分析手法を使いこませるのかどうかっていうところです。で、それから企業の投資判断方法ということですね。過去の情報だけでね、全然意味がないので、将来的にどうなっていくのかっていうのを占う上で、投資判断っていうのができるのかどうかっていうところになっていきます。企業っていうのはですね、自分が持ってるお金っていうのをどっか投資に回していくわけですね。例えば機械を買ったり、工場を建てたり、そういうことをして物を作って、そして、売上を立てて利益を作っていくっていうことをやるわけです。じゃあその投資っていうのがどれぐらい儲かるものなのかっていうのをあらかじめ判断をして実際投資に進んでいくんですけれども、そういうね、
判断が冷静に客観的に、いろんなこうデータのね、分析手法を用いてできるのかどうかっていうところですね。そういうところを問われてきます。で、そして各市場の理解ですね。ひとえにね、証券市場といっても株式であったり債券であったり、あるいはデリバティブというですね、比較的最近の、金融商品であったり、あとはオルタナティブ投資というですね、例えば不動産とか、あとはコモディティといったりするんですけれども、石油とか石炭とか、そういう天然資源の値動きとかですね、そういったものもすべてですね、証券市場の中に入っていますので、それぞれのこう固有のね特性っていうのをこう理解した上で、価格付けですね、今じゃあその株式買ったらいくらになるのかとか、社債買ったらいくらになるのかっていうのを、当然ね、まあ市場があるので価格っていうのは出てるわけですけれども、その価格っていうのが適正なものなのかどうかっていうところですね。その企業の状態とかを見て、それと今出てる価格っていうのを比べて、割安なのか割高なのかとかですね、そういったことを判断できる力っていうのが問われています。で、そして最後にそれら全ての固有の論点をこう組み合わせたポートフォリオマネジメントっていうのができるかどうかというのを問われます。ポートフォリオというのはですね、カバンという意味なんですね。例えば100万円、余剰資金があったとして、100万円をね、一つの会社の株に全額突っ込むっていう人はあんまりいないと思います。例えば株の中でもですね、 A 社 B 社 C 社っていうふうにこう分散したりとか、あるいはもっと言うと株だけじゃなくて社債だとか国債だとか不動産だとか、そういったところにこう分散をして投資をしていくということですね。例えるならば、そのカバンの中にいろんなこう持ち物を入れていくということで、そういうのね、ポートフォリオマネジメントって言ったりするんですけれども、それができるんですかというところですね。ポートフォリオマネジメントに必要なまた分析ツールとかいろんなものがありますので、それを学んでいくということになります。で、その資格の勉強を通じてそれらツールをこう学んでいって使いこなせるようにする。で、使いこなせる人に対してその資格を与えるというのが証券アナリストなわけです。で、じゃあ二大アナリスト資格っていうのはですね、特に日本人にはあるわけですけれども、一つはですね、日本証券アナリスト協会っていうのが認定するアナリスト、いわゆる CMA と言ったりもします。で、この CMA っていうのはですね、日本では非常にこうポピュラーな資格でして、まあ日本語でですね、二つ試験を経て、まあ認定されるわけなんですけれども、今回私が受けたのはその日本の証券アナリスト資格ではなくて、いわゆるチャータードファイナンシャルアナリスト CFA というですね、グローバルな資格になります。はい、これはですね、米国に本拠地を置く CFA 協会というところが主催をしていて、いわゆるグローバルな資格です。例えば CMA であれば、日本においてはすごく有名な資格ではあるんですけれども、例えばアメリカとかヨーロッパに行った時に、私 CMA 持ってますよって言った時に、あんまりね、イメージが湧かないというところがあります。それはなぜかというと、アメリカやヨーロッパの人っていうのは CMA の資格受けてないわけなんですね。で、一方で CFA というのは米国の資格、米国に本拠地を置く協会の資格ではあるんですけれども、全世界の人がですね、受験できるようになっています。なので、私 CFA 持ってますよというと、大体ね、皆さんこう、あ、CFA ってこういうことができるんだなっていう想像がつくので、いわゆるグローバル資格としてまあ認定されているものになるわけですね。で、3つの試験と実務経験、これで認定をされることになります。で、試験はすべて英語です。これが日本人にとってのまあ一番大きなハードルということになります。で、一つ一つの試験もね、そこまでこう軽いものではありません。最短でね、すべてこう一つ二つ三つとレベルをね遡っていくには、まあ1年半は最短は必要で、通常であればですね、3、4年はかかるような、そういうこう長い道のりのこう試験ということになっていきます。諦めないことが大事というのがこの CFA の基本です。そして CFA の出題内容ですね。先ほど申し上げた、どんな要素がね、証券アナリストって、必要なのかなっていうところにこう一通りこう答えているような、そういうような内容になっています。で、1、2、3と CFA の場合があって、特徴的なのはレベル3に行くにつれ、ポートフォリオマネジメントの比重が高くなっていくということですね。もう個別の論点に関しては1と2の初歩的な段階で全て押さえた上で、それを組み合わせて使えるかどうかっていうのがこのレベル3で問われてくるというのが特徴になってきます。
そして、今回ね、レベル1受験したわけなんですけれども、少し特徴を申し上げておくと、テストセンターでオンライン受験、という形になっています。マークシートは必要ありません。まあ、パソコンでね、ポチ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 と3択問題、やっていくような形になります。で、2時間15分、前半、そして30分の中休憩、そして後半2時間15分という合計5時間を1日の中でやっていきます。結構ですね、体力勝負ですね。ずっとパソコンの画面見ながら集中して3択問題解いていく。で、中には計算問題なんかもありますので、非常にこう肩が凝るようなですね、試験になります。その辺のね、スタミナをつけていくということも、この CFA の受験の中では重要なポイントです。さて、私のケース、どういうふうにね、勉強してきたかというところをお話しするんですけれども、まずですね、今年の4月に受験を決意いたしました。この試験ですね、もちろん資格ですので、受験料などかかってくるんですけれども、すべてドル建てで、まあ、払うということになります。初回登録料と受験料で1,150ドル。それから、参考書ですね。まあ、英語で、大手ですね、シュウェイザー社というところが出している参考書。これ皆さん使っているケース多いかなと思うんですけれども、これが 778.52ドルということで、まあ、為替レートでブレるんですけれども、大体やっぱり20万円ぐらいは初期投資として覚悟しておく必要があるかなというふうに思います。円高の時にこの受験料とかをね、払い込めるというのが一つのコツかなというふうに思います。で、テキストを読み込んで、実際確認問題を解いていくということなんですけれども、このね、右上のところにね、まあ、どういう進捗度合いでいったかっていうところ、書いてみたんですけれども、4月にね、実際受験勉強を始めて、11月の17日が試験日だったわけなんですけれども、もう最初ね、3ヶ月、4ヶ月ぐらいっていうのはね、どうしてもだれてしまって、あんまり進捗がないという状況でした。で、そこに一つね、火をつけてくれたのが、7月末、で、CFA 協会が主催してくれて、スタディグループっていうのを結成、させてくれたんですね。これは、レベル1試験を受ける、だいたい4、5人ぐらいでですね、一つのグループを作って、勉強会ですね、これを週末にやるということです。で、1週間ごとにみんなで、スケジュール決めてですね、で、復習をしていくということをやっていく。で、そうすると、まあ、グループでですね、あんまり落ちこぼれられないので、ちゃんとね、勉強しようっていう気持ちになって、でね、この、ね、表を見ていただくと分かる通り、だいたい7月、8月ぐらいからぐーっとですね、勉強のペースが上がっていったということですね。で、実際、まあ、1.5 ヶ月前ぐらいに全ての範囲をしっかり終えて、で、その上で問題演習ということをやっていきます。インプットからアウトプットにこう移っていくということですね。で、CFA 協会がですね、出してくれてる模試と、それから、シュウェイザーですね、受験参考書の会社が出してくれてる模試、これ合計合わせて6回分ありますので、これをすべて解いて、で、誤答があったらテキストを戻って見直して、で、また問題を解いて、っていうことで、こう、徐々にね、抜け穴っていうのをこうなくしていくっていう、まあ、非常にオーソドックスなことなんですけれども、これをですね、まあ、英語でやっていかないといけないということと、結構ですね、内容、範囲が広いということもあるので、まあ、モチベーションをいかにですね、維持しながらやっていくのかというのが、まあ大事な試験でしたという形です。まあ、11月17日ですね、試験受けまして、実際結果発表っていうのがですね、45日から60日後というふうに目安で言われています。ですので、今試験のですね、合格発表待っているという状況なんですけれども、何もなければですね、おそらく合格はしているんじゃないかなというぐらいの、まあ、当日の出来でした。はい。で、そうなると、次はレベル2に進んでいくということになるんですけれども、次の試験がですね、来年の5月か8月かということになっていきます。で、まあ、5月でもいいんですけど、ちょっと、プライベートとの兼ね合いもあるので、次は8月かなということで、ちょっとね、迷い中です。はい。で、この迷ってる間ですね、まだ合格発表もまだ来ていませんので、ちょっとですね、実際どんな知識が問われているのかなというところ、今日はあくまで導入でしたので、こんな問題、こういうことが問われるんですよというところも含めてですね、こう、細切れで少しずつショート動画でですね、皆さんにお届けしていきたいかなというふうに思います。で、もし内容にね、興味が持たれた方がいらっしゃればですね、ぜひ受験というところにね、進んでいただいてもいいのかなというふうに思います。で、そうでない方もですね、あ、証券市場ってこういうもんなんだとか、証券アナリストってこういう仕事してるんだっていうところにですね、少し、興味を持っていただければ、ありがたいのかなというふうに思います。
はい。というわけでですね、本日の動画はここまでとさせていただきます。申し上げましたようにですね、ショート動画で少しずつですね、内容を共有させていただきたいというふうに思いますので、次からの動画も少し興味があるよとかですね、気になるよとか、そもそも CFA 今受験してるよという方はですね、ぜひ、このタイミングで、チャンネル登録していただいて、一緒にですね、まあ、次のこう高みへ登っていければなというふうに思っております。というわけで、本日はここまでとさせていただきます。ご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。